「20160118」というのは修、えー、さんが、えー、放送作家として、えー、担当されていたスマップスマップスマスマ、うん、本当に面白い番組でしたけどの、えー、いわゆる、ま、謝罪会見と、うん、公開謝罪会見と言われている放送が生で、えー、行われた日の、ま、日付ですよね。でその日のドキュメントみたいなタッチで小説は書かれていて、うん、で編集部がつけた、えー キャッチコピーは「スマップの一番長い日」という、うんえー、日本の一番長い日というあの天皇のいわゆる政談ですよね、うん、戦争をやめますという政談が行われたまさに日本の一番長い日に、うんえー、準ずる形というかスマップにとっては本当にそういう日だったと、はい、このドキュメントを書いていただいたんですけどかなりなんか。 体調を崩すぐらい、めちゃくちゃしんどかったですね<笑><笑>もう本当に体調悪くなりましたしうん、うん、何度も何度もうんやっぱものを書くものを記す、うん、残す、うん、でやっぱこういろんな人の思いと念があるじゃないですか、うんうん、いや本当に体調悪くなって。うん うん、やっぱり何度、信田さんもう無理だって言おうかなって思ったんですけど、はい、下血したとか言かいや本ましたのそうなんですよ,よそれ聞いて、申し訳ないなと思いましたも、はい、会長ってどんどんおかしくなるんですよね、はい、やっぱり、はいうん。それでおかしくなったんですけど、やっぱり、うん、自分の中で書かなきゃいけないっていう,なんかこう、まあ、作家と名乗った以上、やっぱこうそれを残すべきだ。 って思ったし、うん、まああとこれを読んだメンバーの気持ちも絶対考えますし何よりやっぱファンの人たちがこれを読むことで悲しい気持ちを思い出す人も絶対いるのは分かってますけど、はい、最後まで読んでくれたらっていう気持ちで書いたんですかね。だだからら私送ってもらってても最初に読んでた読んんんみ始めたらもうどんどん 読み何かこう胸が苦しくなってきてそ,、ね、そのもうおさむさんが確か感想のメールに書いたと思うんですけどまあ鶴の恩返しというか鶴、はい、が自分の羽をこう一本一本抜きながらこうづってるというかもう自らを傷つけながら自らにこう刃を向けながら削り落としてこう言葉を紡いでいくような本当にこう胸が詰まるような感じがずっとあって。 これを書くのは本当にしんどかっただろうなと思いましたうん,うんあのー、最終回の歌収録があったんですけど、うん、歌収録の歌を撮った後に、うん、それ全部結局放送したんですけどスタッフ一人一人と写真撮ったんですねでそれを全部もうすごい良かったんで、うん、放送したんですよ。うん 放送したんですけうんあそこに行ってなくてまあこれ、うん、まああえて言いますけどな、うんで行かなかったかっていうとそこに飯島さんがいなかったから僕は飯島さんにやっぱ育ててもらったのうでかいしス、うん、マップスマップのチャンスをもらったのもそこだったしたくさんやっぱあの。 うん、ある意味こう結構クレジーな、うん、ー発想企画をすごい天才プロデューサーサ、ねうん、だから僕にその血液を流しそのものの考え方とかを、うん、うん教えてくれたのはあの人だったんで、うん、だからあの人があの現場にいないから、うん、僕は僕にもその。 権利はないというか、僕も行っちゃダメだと思って、うんうん、ずっと上で見てたんですよね。うん、で上で見ててあれ撮り終わって、そして最終回放送して生放送で枠でつけるんですけど、んなんかやっぱこう結局終わってないんですよね。はいはい。うん結局終わってないっていうのがほ本当で、うん、だからこの小説を書いたことで、うん、なんかある意味ようやく自分の中で終わ、うん 割れたとて、割れたです。なんかああっ一個ちょっと、なんか丸がつけられたというか。うんうん、はいはい。うん、丸なのか点なのかね、うんあ。そうですね。点なのかもしれない。ううん。うんうん だからね「スマップの「一番長い日」って書いてますけど、うん、あの日の夜中の2時僕その日の、うん、えと日曜日の夜中に呼び出したんですけど、うん、日曜日に僕舞台やっててそれが野沢直子さんと渡辺直美ちゃんのやってる舞台だったんです。はいはい、で終わってすっごい出来が良かったって、うん、野沢さんが、まあ、アメリカから帰ってきてるし、うん、直美ちゃんとみんなでクラブに行こうって話なんですお<う>でクラブに行こうって,言って久々に「じゃ行くか」っつってクラブに行って、うん、わ久々にクラブ楽しいねって言ってたら。は <laughs> はい、はい とことがあるんですけどの,呼の,この呼び出し音が鳴って、うん、もう嫌な予感がするっっ、うん、夜中の2時にどういうことっつって、うん、そこからもう寝てないんで,、うん、でしかも、うん、翌日雪だったんですけど。うん 次の日が、うんえと、うちの奥さんが、えー、と妊活休業して、子供が生まれて、はいはい、で、昼なんです。うん、ずっと休んでたんですけど、その月曜日が、もう久々に昼なんです。復帰の日だったんですよ。ああ、そうなんだ。昼なんです。復帰の日で、うんえー、子供が半年。うん、で、僕が初めて人生で面倒を一人で見なきゃいけないっていう日だったんです。何、うん、時間も。はい、はいはい。 ものすごいいろんなものができてるわけで,す、ね、でも朝まで帰れないし、はい、で朝帰ったらこのあと電話が来るとか、うん、中身を考えてくれとか、うんうん、でうちの奥さんも僕に怒りを爆発させますし <laughs> 何があったかもよく言えないじゃないですか何が起きてるかもよく言えないし、うん、本当に長い一日でした。へ その緊迫したこう雰囲気ってめちゃめちゃビビットに書かれてますよねこの小説にはなんか僕はわからないんですけどすごい出てるみたいですねすっごく出てますねうん,うん、うん、そうそうそのタクヤというメンバーがね、はい、なんかベイビー ベビーの面倒はちゃんと見ろよっていうセリフとか。そからそれから僕がはじ <laughs> その日初めて一人で面倒になきゃいけない。当然泣くんですよね。僕もめっちゃ忙しいんで。電話口でも泣いてたわけですね。多分電話口でも泣いてたんです。うん、ベビーの面倒ちゃんと見ろよっていうことがそれもねなんか。でもなんか、そういうこう。 なんかリ,リアリティというかはい、はい、僕結構メンバーの一人一人のことを書く時のそのリアリティ、うんだからこのシーン Y さんこのシーンにかけてよかったというのはどこですかっていうところなんですけどメンバー一人一人のなんかリアリティの部分で、うん、例えば、うん お尻のシンゴが、はいえー、最終回が終わった後に、うん、本当にスタッフがコンコンコンってばらしてる時にはい、はい、ステージ自分たちが歌ったステージのとこに来てキスをしたっていうのをうん、うん、プロデューサーが見たとかはい、はい、なんか改めて今回そういうのを聞いたりしてうん,、うん、なんかそういうことを残せたっていうのがすごい良かった。 一番書いてて辛いのはどこですかやっぱりいわゆるカタカナで書いてあるそうですねあそこはやっぱり、はい、うんなんかうん言ってしまえばうんあの部分って自分も加害者になるんですよ自分も加害者になるしうんあの時に3人ですね、うん、あのスタッフ僕らスタッフ3人が楽屋に入ってからのことって、うん、たまに今もあの時のこと話すんですよ。はいはい で、この間もあって話したし、あの時のことってやっぱ忘れられないし、うん、忘れちゃいけないよね。って言うし、うん、やっぱあの瞬間はすごい。かぐのつらいですよね。そうでしょう、ねうん。なんか、こう、そうなんですよ。だって、究極、うん、うるせえ馬鹿野郎っつって。うんうん、僕ら、みんなぶん殴ることだって、できるわけじゃないですか。究極ですよ。はい、究極、お前ら何してんだっていうことまで、できるんだけど。うん、結局、それもしない、してない。うん だから結局自分も加害者であってだからんか大事なのは自分もちゃんとそこに作り手として存在してたってことは僕も加害者であるわけですよねそこでんかそこから逃げちゃいけないしそこを言わなななきゃいいけっって思たんですよねそういう修さんの贖罪意識とかもう本当に自分も加害者側で罪を背負う側だということは繰り返しやっぱり。 書かれてるし伝わってくるしう,、ね、うん,うーんやっぱ書いてて一番つらかった中でもあの剛さんに非常につらい役回りをさせたカカタカナ強しにありますよ、ねはい、あそこの瞬間をまあ小説として書いたんであの部分はやっぱりこう。 だからあの瞬間ですね、自分が加害者である、まさに言わせなければならないというか、言わせてしまったというそうですね、あそこをやっぱり、だからあそここそ本当に、けんなって言えばいいんだけど、言えない、時間が差し迫ってくる、だから、なんですかね、怖いですよね、放送しなきゃいけない、作らなきゃいけないって思いで、なんですかね。 そこに間違いがないというか、だから、うん、うんまあ、これ、例えたら怒られるかもしれないですよなんかこう、戦争とちょっと似てるというか、はいはい、うん、うん、その中で、明らかに自分たちがやってることは、うん、ダメなことなのに、うん、でも、それが絶対やらなきゃいけないんだって、なぜなら、生放送があるからって。 うん、これ収録だったらまた違うと思うんですけどこのあと放送が始まっちゃうからやらなきゃいけないんだっていうふうに思ってしまう全員っていうのが、はい、なんかすごい、うん、自分の中でも今思うとですね私もだからここの場面ですよね小説の中で言うと、うん、僕らはなぜその言葉を言わなければいけないのかを話さなかった言えなかった、うん、すると彼はその目を僕らに向けた、うん、そして言った。 分かった、うん、と一言だけここはね本当に、うん、うん読んでて辛かったそうですねんなんかでもそこは、うん、そこはすごい熟考したけどもなく淡々とした、ね、淡々とこの書き方も私はすごく、うん、もう本当にだから小説だなとも思います、うん、小説としてのクオリティもやっぱりすごく私は高いと思った。 でもその言葉が嬉しかったですねやっぱ小説であるとんか読んでない人からは暴露問題なんだとかって大事言われたんですけどでもやっぱり自分の中ではあくまでもというかこれはもう本当小説であるということででもそこの淡々と書くしかなかったというかこの部分が。かなりまあ編集部に来た反応も含めてまあほぼほぼ。 よくくぞ書いいてくれたというものが多かったたように私は感じましたけどなんか最初はやっぱり、うんうん、結構そのアレルギー、うん、ショックというか、はいうん、なんかハレーションもすごい起きてたんですけどうん、うん、でもだんだんこうみんなが読んでいくにつれまあもちろんね中にはそう思うことがあることを僕にも DM も結構来ましたけどうん、うん、でもなんか時が経つにつれ、うん、すごい理解してくれましたし僕の知り合いの人もうん あのなんで書いたのっていう人ももちろんいますけど、うん、でも面白いんですよねこう,こういうのって面白くてなんかいいリトマスーになるというかなんか僕人生のポイントポイントでそういうの大事だと思ってて、うんうん、これを書いた時になんで書いたのっていう人といや苦しかったでしょうとか、はいはい、あといやこれを書いた意味が分かるよとかなんかそういう,こうのがほんと分かれてあと 若い人たち、はい、その若い人たちで僕起業家の20代の人とかって結構よく一緒にいることが多いんですけど、うん、そういう人たちはなんかすごい、うん、なんかすごいあの応援してくれますしこういうことをやっぱ若い人たちからすると芸能って閉ざす唯一この時代に閉ざされてるじゃないですか、うん、なんかそれを僕が書くう勇気となんかそれをうん。うんうん 面白いですねなんか人って確かにいや私もまあなんだろうな粛清されたりとか、はい、まあ炎上したりとか、はい、いわば水に落ちた犬状態になったことはありますけれどなっっってててて初めてわかるるこことってあるんですよねれ本当に周りの人の反応とかこの人はやっぱり本物の友達だなという人もわかるし、うん、全然そうじゃなかったなっていう人も分かるし。 本当にしんどかったんですよね。うん、そっから始まる1年間が。だから、もちろんその当事者のメンバーの人たちが多分一番辛かっただろうし、はい、そのマネージャーもそうだろうと思うし、うん、もちろんファンの人もそうなんですけど、うん、でもその中で番組を作り続けていかなきゃいけない、うん。 だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん、中立でなければならないって建前になってると。主権を尊重してこなかった。うん、だから、みんな勘違いしてるんですよ、根本的な。奇襲と速度はすべての作戦だ。うん